日本九州地方福岡県か谷郡新宮町、藍島飛行機から撮影した、藍島藍島都線町愛所付近のモニュメント藍島は、玄海灘に浮かぶ福岡県か谷郡新宮町の島である。新宮海岸から北西に 8km ほど離れたところに位置する。また、地名としての藍島は、福岡県か谷郡新宮町の大技となっており、全島がこれに該当する。 面積約1 2 5 k 平方メートル、等の周囲は約8トル全体的に標高は50から7 0ルほどの大地上をしていて、海岸の一部には海食崖けも見られる。東端の海上に海食により穴の開いた岩、メガネ岩があり、九州自動車道の新宮町境界標識に街のシンボルとして描かれている。東西に細長く南に面して、 入り江になっており、港及び住宅等は、こちらの海岸沿いに集中している。この地形のため、下記の台風接近や、冬季の北西寄りの季節風等により、玄海などが荒れている場合も、対岸の九州本土に比べて、船の出入りが可能であることが多く、昔から急な好転の場合の船の避難場所となっていた。旅客機で、福岡空港に北から着陸する場合、 ちょうど高度を下げて旋回する場所になっており、窓からよく見える。島内には小学校及び中学校がある。北九州市小倉北区にある愛の島は、愛島と同じく福岡県にあり、透明の読みも同一で、猫が多いことでも共通するが、別の島である。中国大陸と九州を結ぶ航路の要衝にあたり、古くから知られていたとみえ、万葉集や日本書紀などの中に、 アーホエイトアエの名で現れている。また中世には、橋場秀吉貴下の武将たちが、海路名古屋城に向かう途中この島に立ち寄り、海岸の石を一個ずつ持って、戦術観音像に公開安全と、朝鮮征伐の勝利を祈願したと伝えられ、その積み上げられた石の山は現存しており、大光塩井野の石と呼ばれている。近世には、朝鮮通信士は、 必ずここに寄港していて、黒田藩により客観、遠見番所、政策所が設けられていた。愛島の猫海釣りのスポットとして有名であり、漁港周辺での釣りを目的に訪れる人々も多い。島内には、朝鮮通信使に関連した史跡などが見られるほか、猫の島という愛称がつくほどに、猫が多い島としても有名で、英字新聞のジャパンタイムズは、 野良猫の天国の島として紹介している。また、アメリカの CNN ニュースも、猫が支配している場所の一つとして、藍島を紹介している。30年以上にわたり、野良猫の継続調査が行われている。新宮町営都線、新宮新宮町本土側の北西端にある、新宮漁港と島の南西端の藍島漁港を結ぶ、町営都線が運行されている。 所要時間は17分で、下季は1日6便、冬季は1日5便がある。シングル漁港には有料駐車場があるほか、西鉄シングル駅及び JR 福高大前駅、シングル中央駅と漁港との間で、新宮町コミュニティバスが都線の時間に合わせて運行されている。島内では、県道599号線が島を一周する形で付設されているが、バス路線やタクシーはない。 航空路のウェイポイントモルツが島の北西沖に設定されているハットザフェラルフィラインズオブキャットヘブンアイランドジャパンタイムズロックプレイシズウェアキャッツウチャインツーリストアトラクションズ CNN ニュースアナカンノンシングル庁ホームページ超8都線。新シングルの所要時間などシングル庁ホームページありがとうございます